VTR は涙が一番反応するんだから、うん。梨本勝なんですが、あ、すいません、あの、え、彼女と別れた、いや、すいません、恐縮です、別れたんですか。いやいや、もう具体的にしか聞けないんです、すいません、どうでしょう。だって指輪してないじゃないですか。あ、要するに、まあ、マネージャーでそういう暴力的に突き飛ばすことないじゃないか。すいません、え、ちょ大丈夫、ああ一言だけ、ちょっと、あ、マネージャーの方、いや、ちょっと切らないで、ちょっと、恐縮です、恐縮です。あ、はい、いやー、びっくりした。そうなんですか、ちょっとそのイメージ、まあ、直撃でいけそうだな、な。プロデューサーちょっと電話しよう。それからね、涙するかもしれない。ほら、子供の件があるな。VTR は涙が一番反応するんだから。うん、行きましょう。行きます。はい。いや、あの、OK だったら Q ください。はい。ちょっとね、いい加減にしてください。だって、こんな夜遅くね、みんな集めて会見してですよ。それでもってそういう言い方ないんじゃないの。いや、皆さんが勝手に来たってバカなこと言ってんじゃないよ。じゃあ、あなたがさ、前だったなんだっていろんな、例えばドラマなんだってみんな記者会見やってるじゃないですか。それは勝手に来たからって言って勝手に帰ればいいってこと。それはおかしいよ。それは絶対プロじゃない。とにかく、なんでこの今ヘアヌード写真集を撮ったのか、どんなのか。だってあなたが大股開きしてんじゃない。あ、すいません、今どうですか、釈放されて今のお気持ちは。しかし、なんでそんなことを立て続け。お茶の間のね、そういう意味では人気者だった自分への意識はなかったの。盗撮から覗き、あの、ちょっとすいません、弁護士さん、ちょっと外してくれってな。弁護士さん のコメントじゃないんですよ、本人に聞きたいんです。いや、だからそれ裁判前は分かりますけども、でも本人に、はい。で、なんかお子さんが、そう。だってそれは1回目の時にあんなんで、みんなが協力したじゃないですか、家族が。あ、試験だった。高校受験。涙する部分分かります。はいはい。VTR は涙が一番反応する。